皆さんこんにちは。本日は実は関係が深いランニング中の呼吸と慢性疲労両方を改善するストレッチ、こういったテーマです。さあ皆さん、本日はですねランニング中の呼吸をテーマにしていきます。少しでもランニング中の呼吸って楽になった方がいいですよね。呼吸器の改善というのはトレーニングをすることが大前提になってきます。日々のランニングによって心臓や肺、こちらの機能をね強くしていきます。ただランニングをしている時の呼吸というのは上半身全体を大きく使っているわけなんですね。このあたりの柔軟性、こういったところも見逃せないわけなんです。そして実は慢性疲労と呼吸器の改善というのは密接につながってるんですね。今回はこのあたりをつなげてお話ししていきながら両方を改善していく方法、これをねお伝えしていきたいと思います。今からの時期、少しでも呼吸を楽に走るということはマラソンを攻略していくで非常に重要です。上半身よりも下半身のストレッチと思うかもしれませんが、上半身のねストレッチめちゃくちゃ大事です。ぜひここでね一緒に学んでいきましょう。まず呼吸を楽にするには、先ほども言った通り心肺を上げるトレーニングをして心臓や肺を鍛える、これがね大前提です。これが基本ですね。がしかしですね、呼吸というのは肺が膨らみますよね。肺が膨らんで肋骨が大きく動くということは、その周辺の筋肉の柔軟性、特に肩甲骨周りや脊柱周辺、そして胸の周り、胸郭周りの柔軟性というのは非常に重要と言えます。安静時の呼吸、運動していない時の呼吸というのは肋間筋という筋肉と横隔膜、この2つを使って呼吸をしています。激しい運動中の呼吸というのは実はこれだけの筋肉が動いているわけなんですね。まあざっくとですね、上半身全体を使って呼吸をしていると思ってください。上半身全体の柔軟性、そして筋力があればあるほど呼吸というのは楽に行えるということです。そしてここからが重要なんですが、特に大切なのは肩甲骨周辺、そして脊柱周辺です。その中でも肩甲骨の内側というのは非常に重要です。この脊柱近辺っていうのはですね、自律神経の中の交感神経が集まっているところです。交感神経というのは刺激をすると心拍が上がったり興奮作用になる、つまり運動している時なんかはですね交感神経が優位に働いています。逆にリラックスしている時、眠たい時なんかは副交感神経が働いているということですね。つまり疲労を取りたい時っていうのは副交感神経を優位にさせる必要があるということ。話は戻します。この肩甲骨の内側の脊柱周辺というところに心臓や肺の動きに関与している交感神経が密集しています。この肩甲骨周りの筋肉がガチガチに固まったりとか異常収縮をしていると、常に肺や心臓に関与している交感神経が刺激されます。つまりは呼吸が浅くなってしまってすぐに心拍が上がってしまうということですね。これはこの辺りが固まっていると眠っている時も心拍数が高くなります。ということは寝ても疲労が回復しない、寝て起きても息苦しい、こういった現象につながってきます。デスクワークが多くて呼吸が浅くなってしまうというのはこういうところも関係してるんですね。つまりは肩甲骨周りがガチガチに固まってしまうことによって心臓や肺に関与する交感神経が常に刺激、心臓や肺を休めることができない、そして心拍が上がりますので睡眠の質も落ちます。つまり不眠につながってくるんですね。不眠というのはランニングのパフォーマンスだけではなくて体全体の不調に関わってきます。そしてそれはリカバリー遅延につながって怪我を引き起こしたりします。肩甲骨の内側ですね、このブロックをちゃんとほぐすことによって肺や心臓に関わる交感神経の刺激っていうのを抑制させることができます。これは走っている時の息苦しさ、すぐに息がある、ここのね改善につながっていきます。それだけでなくて不眠の解消につながってリカバリー速度が上がっていきます。この肩甲骨周辺の柔軟性を上げていくっていうのは非常に大事なことなんですね。特に今の時期、練習の質を向上、練習の量を向上させる皆様にとっては疲労が溜まっています。そして仕事がハードな方、デスクワークメインの方なんかは特に固まりやすい部位になります。普段日頃から下半身だけではなくてこの肩甲骨周りのストレッチをしっかりするというのはめちゃくちゃ大事です。今からは皆様の呼吸器の改善、そしてリカバリー速度を上げていくためのこの上半身周辺のストレッチ、これをお伝えしていきます。今後のパフォーマンスにかかってきますので、ここからめっちゃ大事ですよ。では行きましょう。ではエクササイズスタートの前にですね、一回皆さん肩をぐるーっとね両方回してみたりとか、あと大きく深呼吸をしてみてください。今この感覚とストレッチが終わった後の感覚確かめることによってどれだけのねエクササイズ効果があるか分かると思いますので、まずは肩回す、息を大きく吸い込む、これをね確認してからスタートしていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。まず今日使うのはこいつですね、トリガーポイントボール、こいつがね大活躍します。持ってない人はね動画概要欄に貼っておきますので、ぜひともねこいつ絶対購入してください。これ一つあるだけでね遠征先とかでも、あとは自宅のケアなんかもめちゃめちゃ楽になりますから、これ絶対一個あった方がいいです。これは下半身にも使えますし、そして今日は上半身をこいつでしっかりほぐしていきます。やり方もとっても簡単なのでぜひとも今日覚えてくださいね。まず1種目目は肩甲骨と背骨の間にこのボールを置きますね。まあだいたいこの辺りですね。で、どこがピンポイントっていう場所は人によって違います。要は人によって張ってる場所とか凝ってる場所は違いますよね。だいたいまずは肩甲骨と背骨の間にこのボールを置いて寝転びながら潰します。そしてここから
ゴロゴロ転がして、あ、ここが痛気持ちいいなっていうところでキープ。だいたいこのキープする時間は30秒ですね。30秒でも OK ですし、もうちょっと長くほぐしたいなっていう方はもう少し長めでももちろん OK です。ただやりすぎるとこのボールって硬いし、ピンポイントでがっつりいきますので、長くやりすぎるとその場所にね痛みが出る可能性がありますので、あまりね長時間とかはやめてください。そして30秒静止できたのであれば、手を上に上げたりとか、手を上に上げると肩甲骨周りの筋肉が動いてよりほぐれますし、あとは手を内外というふうにローテーションすることによっても肩甲骨周りがほぐれてくれます。だいたい30秒静止して5回から10回上下、そして5回から10回内外、そうした後は左右変える、もしくはもう少し痛いところ、同じぐらい痛気持ちいいところがあるなっていう場合はそこもしっかりやってあげましょう。1箇所だけじゃなくてしっかりとね全体的に疲れているところは全部やってあげてくださいね。もう一度言いますよ。痛気持ちいいところを探して30秒静止、そして30秒静止の後は内外上下に動くようにしていきましょう。 OK。 2種目目は肩甲骨のすぐお隣の広背筋ですね。ここの筋肉も呼吸ではすごく使ってますし、あとはデスクワークなんかで体が丸くなってくると確実に固まってくる筋肉です。ここの筋肉も、ね、固まると肩こりの原因になったりとか、肩こりのまま走るとしんどいじゃないですか。日常からそういったところをリリースするっていうのは本当に大事なので、ここもしっかりほぐしましょう。やり方は簡単。このボールを脇の下に置いてそのまま横向きに転んで潰すだけです。これもね先ほどと一緒で、痛い部分、痛気持ちいいところを探したら、あったなと思ったらその場所でキープ、静止するだけ。あと静止している時の注意点なんですけども、しっかり深呼吸、息を吸い込んで、はあ、息を吸い込んで、これでね、30秒やったら次は反対側も同じようにやってください。どうです？めちゃくちゃ簡単でしょ？ボールを当てて痛いところを探して静止するだけですからね。3種目目は首回りですね。頭というのはボーリングの一番重たい球と同じぐらいの重さがあるんですよね。まあもちろん個人差によります。その位置がずれたりとか、デスクワークで首が前に出てる方はずっとね、首回りに負担がかかっています。その状態でランニングをしたらやっぱり首回りしんどくなりますし、間接的に肩甲骨周りの負荷が上がってきます。そうするとさっき言った交感神経を刺激してしまって、やはりね疲れやすくなりますので、首回りもしっかりほぐしていきます。これもね先ほどと一緒、この首回りにボールを当ててそーっと寝転びます。首はね筋肉が細いのでデリケートにいきましょう。これも先ほどと同じで、ボールを当てて痛気持ちいいところがあったらそこで静止、30秒から1分で OK です。少しこうやってね首を左右に動かしてあげたりとかするとより痛いところがほぐれてくれます。基本的には静止で大丈夫。これもね30秒から1分静止してあげるだけで首回りがすっごく楽にねほぐれます。あとね、首回りっていうのはさっき言った交感神経でも目なんかに関係してきますので、首回りがほぐすと目がクリアになります。そして目の疲れが取れてくると、僕たちの情報って目から入ってくることが多いので、目の疲れが取れると体全体の疲れが取れると言われてますね。首回りのリリースもめちゃくちゃ大事なので、ランナーの皆さんはぜひやってみてくださいね。朝の日差しで目がやられた時なんか特に重要です。そして最後は前ですね。胸周りの筋肉が固まると肩がこのようにね巻き肩になってしまって、巻き肩になると肩甲骨が外側にぐーっと引っ張られて猫背になります。これも肩甲骨周りが固まる理由になりますので、この胸の周りもしっかりほぐします。胸の周りはこのボールを当ててぐーっとと押すだけ。あんまり強く押すとね手がしんどくなるので、軽く当てて押し込むだけで OK です。ポイントは鎖骨の下をグリ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 とたどって、あ、ここだなっていうところをちょっと強めに両手で押す。片手で押すとちょっと力足りないことが多いので、片手で転がしてここだなっていうタイミングでぐーっと上から押す。息をふーっと吐きましょう。まあ、この下ね肋骨がすぐありますので、場所ずれたりとか、あとは思い切り押すとちょっと肋骨折れたりしますので、そう気をつけてくださいね。軽めに押し込んでいくだけで OK です。あとはねこうやって小刻みに動いたりとか、少し上下してあげるだけでもねまた違ったほぐれ方がしますので、まあ基本30秒から1分痛気持ちいいところに圧を加える、これだけで十分です。今の4種目を定期的に行ってあげるだけで呼吸器の改善であったりとか疲れが取れやすくなりますので、ぜひともね慢性的に疲れがあるとか、なんかすぐ息苦しくなる、最近呼吸器の調子が悪いなんて方はこのストレッチやってみてください。あとプラスアルファで、今のボールの種目が終わった後にちょっとこういう風に肩を外側に引っ張ってあげると肩甲骨周りや肩周りがほぐれてくれて、よりストレッチがかかります。胸の前なんかを伸ばしたいかなっていうのは、このように壁に手をついて
胸を外側に向けてあげると胸前の筋肉がほぐれます。肩を内側に引っ張る、胸を外側に開く、この2つの種目を組み合わせてあげるだけでより上半身の力が抜けて体の疲れが取りやすくなりますので、ぜひとも今のストレッチね取り入れてください。今の時期皆さん疲れ溜まりやすいと思うので、足の疲れだけじゃなくて上半身の疲労をしっかりとって全身の疲労を取っていきましょう。皆さん約束してください。レースまでにこれ毎日お願いします。あとどうでしょう、皆さん息を吸い込んだりとか肩回してみてください。最初よりもね絶対やりやすくなってるはずです。こういった効果がありますので皆さん続けてくださいね。はい、いかがでしょうか。上半身の疲れってね本当に全身出ますので、この上半身のストレッチなかなかねやらないなっていう方多いんですけども、めちゃくちゃ大事なので、特に最近疲れが溜まっている方はやってみてください。このボール持ってない方絶対買ってくださいね。めちゃくちゃ優秀ですので、ちっちゃいでしょ、だから遠征とかにも持っていきやすいですし、疲れもすごくこれ一個で取れやすいので、必ずこいつを使って日々のリリース頑張ってみてください。約束です。動画概要欄に貼っておきます。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになります。今日の動画も参考になったと思うので、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。疑問質問ある方はねコメント欄に放り込んでください。動画を作る参考にしていきます。 LINE 公式アカウントは練習会や夢の情報などこちらをねメインに配信していきます。さて先日ご案内したこちらの福岡のイベント、どんどんね埋まってきてるみたいなので、福岡に住んでる方、九州に住んでる方もめっちゃ待ってます。なかなかねない機会なので、ぜひ福岡で一緒に走りましょう。高山のさんあの人もレースリンクでめちゃくちゃ頑張ってます。質の高い練習積みたい方はぜひとも大阪城で一緒に走りましょう。こちらのね LINE 公式アカウントからのポッチ待ってます。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、走り情報を配信しております。今日の動画は参考になったけどまだチャンネル登録してなかった方、これを機にポチッとよろしくお願いします。X や Instagram で高山マラソンシェアフォローいただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。